チのことモデルだからって特別扱いしなくていいよ。うちから見ればヒデサイの方がよっぽどすごいんだからさ。うちの愛の矢でファンのみんなをメロメロにしちゃうよ。もちろんヒデサイもね。今度の撮影で使う新しいポーズ考えてたんだ。こんなのどう？強かわいい感じでよくない？うわー、海超綺麗。海なんて何回も見たことあるけど、これまでで一番綺麗かも。一緒に見てる人のおかげかな。モデル仲間にヒデサイのこと彼氏だと思われちゃったんだ。マジウケるー。けどうちも少しは、なんでもない。ヒデサイチャンス、一緒にご飯しよう。最近見つけた美味しいお店、うちが教えてあげる。ヒデサイチャンス、また計算手伝ってほしいんだけど、お願いしてもいいかな？ねえねえ、ヒデサイってさ、ククどの段まで覚えてるの？うっそー、マジ超天才。今日はね、この後イベントでモデルの仕事やるんだ。よかったら見に来てよ。ヒデサイと話してるとなんかほっこりする。あったかーい。え、嘘じゃないよ、マジマジガチバナだって。チャンス、うち何でも協力するよ。計算とかは苦手だけど、それ以外なら。眉毛とか超ワロ。あ、こっちの飴玉もモニカワ。よし決めた、全部買っちゃおうっと。今日って割引の日だよね。1500ルピーの 20% オフ。あれ、それっていくら？どう計算すればいいの？お金足りるかな？今結構ギリギリなんだよね。ねねね、そこの君、そっち手伝ってよ。これっていくら？計算して。え？1500から20%引くだけ？パーセントとか分かるわけないし。20ルピー引けばいいの？そこが分かんないから頼んでるんじゃん。ねねお願い、うちの代わりに計算してよ。何？紙とペン。それなら持ってるよ。はい、これでいい？何に使うの？おー、数字いっぱい書いてる。数式ってやつ？なんか学者っぽい。ウケる。この計算ってそんなむずいの？もしかして苦戦中？あ、答え出たんだ。いくら？1200ルピー。やりー、それなら買えるっぽい。君鬼すごなんだけど。パーセントの計算できるとか鬼ヤバじゃない？うちだったら一生かけても無理だったし。やっぱ君鬼ヤバだよ。褒める褒める、うちの中で鬼強に褒めまくってるよ。君ってもしかしてヒデサイ？え、知らないの？ヒデサイって言ったらヒデサイっしょ。だってそう書くじゃん、なんとかサイとかそんな感じの字。秀才？あれって秀才って読むの？さすがヒデサイ、物知り。じゃあ
これから君のことヒデサイって呼ぶね。なあ、うちのことはセズナって呼んでいいよ。ヒデサイ、グッドフィーリングの感じだし、これからもよろしくね。そうだ、ヒデサイ、ちょっとここで待っててよ。このお菓子買ってきちゃうから。お待たせ。ヒデサイの言う通り1200ルピだったよ。お金も足りたし、ほんと助かった。はい、この飴あげる。今買ったやつね、うちからのお礼。これうちのおすすめ味だから、ヒデサイも気に入ると思うよ。うちが食べさせてあげよっか。はい、あーん。あ、あれ、カリスマモデルのスズナちゃんじゃない？この後時間ある？この間のお礼に一緒にランチしようね。いいでしょ。ここのお店美味しいっしょ。うちのお気に入りなんだよね。この前計算手伝ってくれたお礼なんだから、ちゃん食べちゃっていいよ。ああ、でもうちこの後仕事だからあんまり時間ないんだよね。うちモデルやってるんだ。この後広場でイベントやるんだよね。うちらの私服を紹介するんだって。よかったら見てってよ。集合時間は1時だから、時計あった、今は12時5分くらい。まだまだ余裕じゃん。あ、なに？今って1時過ぎ？嘘、マジで？うち長い針と短い針間違えて見ちゃってた？やば！ってことは普通に遅刻してんじゃん。うちもう行かなきゃ。ヒデサイ、時間教えてくれてありがとね。これがうちの私服だよ。参考になるかな。すっごい参考になる。かわいい。よかった、ありがとね。あれ、あの奥の方にいるのってやっぱりヒデサイだ。見に来てくれたんだ。このイベントもうすぐ終わるし、感想を聞きに行こうっと。見ててくれた？うちどうだった？なにそれ、わろ。うちヒデサイと同じ人間だよ。ヒデサイもモデルやりたいってこと？それはないかな。ヒデサイ寒いよ。とりあえずすごいって思ってくれたなら OK かな。あ、すごいどころじゃなかった？どういうこと？うちと普通に話しちゃいけない気がしてるって？何それ、ウケる。うちがモデルだからって気にすることないっしょ。てかそっちが気にしてもうちの方からバンバン話しかけるし、だからヒデサイも気にせず声かけてよ。約束だからね。あれ、一緒にいるの誰？もしかして恋人？やば、ファンの子たちまだいたんだ。変な勘違いされたらヒデサイひどい目に遭っちゃうかも。ヒデサイ逃げるよ。スズナちゃん待って、その男は誰なの？
今日はチョッチヒデサイに頼みがあるんだ。買い物に付き合ってほしいんだよね。意見やろ。諦めて
その辺のカフェでお茶しよっか。ヒデサイが治るまで休憩しようよ。ん？気にしないで香水買ってきていい？そっか。でもやっぱりいいよ。ヒデサイが香水に慣れてないなら使わなくてもいいかなって。今度のファッションショーも香水なしで出ることにしたから。ってわけでカフェ行こっか。残りの時間はいっぱい遊んじゃおう。うちモデルとかやってるけど、ちょっとファッションが好きなだけでマジで普通の女の子だよ。全然特別じゃないって。だって計算とか超苦手だし、あと難しい漢字も読めないし。あれ、うちヒデサイの役に立ってないかも。でもこれからもうちと一緒に遊びに行こう。うちヒデサイと一緒にいると楽しいし。何？散歩中？うちは出勤中。これからモデルの仕事なんだよね。え？働いてて偉いって思う？そんなことないって。うちモデルの仕事大好きだし、好きでやってるから鬼楽だし、モデル仲間も友達みたいなものだから働いてるって感じでもないんだよね。ヒデサイ興味あるなら見学しても。何この光、眩しいんだけど。ヒデサイチョース、約束の時間ぴったりだったね。じゃあ早速遊びに行こうって言いたいところなんだけど、ごめん、ちょっち待っててもらってもいい？今そこで雑誌の撮影してたんだけど、いい写真が撮れなくてさ、ちょっち押しちゃってるんだよ。なんか今日は調子悪いんだよね。表情が硬いっていうか、何回も撮り直してるから時間かかっちゃって。カメラマンさんとかスタッフさんはいい写真だって言ってくれるけど、うちが納得できないし。好きでモデルやってるんだから妥協はできないっしょ。いい写真撮れるまでもう少しかかりそうなんだけど。待っててくれるの？ヒデサイありがとう。すぐに終わらせるから待ってて。ヒデサイのためにも早く終わらせないと。あ、ヒデサイこっち見てる。ヒデサイあんな大きく手振っちゃってウケる。ヒデサイワロ、周りに人いるのに大声あげるとか目立ちすぎ。でもヒデサイも応援してくれてるんだよね。うちも頑張ろう。スズナちゃんすっごくいい表情になってきたわ。これならすぐに撮影終わりそうね。本当にやりー。スズナッチあれでしょ、彼氏が見に来たから張り切ってる感じ。え、なんか彼氏とかじゃないから。ああ、どう見たって付き合ってんじゃん。違うから、ヒデサイはただの友達。あら、スズナちゃんまた表情が硬く、というか顔が真っ赤ね。これじゃ使い物にならないわ。もう変なこと言うからドキドキして集中できない。せっかく早く終わりそうだったのに残りの撮影時間かかっちゃうよ。
あらら、結局あんたのせいで撮影が遅れちゃったのね。それにしてもスズナってお仕事の時にはプロモードで真剣になるのね。かっこいい。ん？今のは何かって？ああ、説明がまだだったわね。これはね、私が作った夢なのよ。夢って言ってもあんたとスズナの記憶のかけらを元に作ったものだからね。少しは懐かしかったかしら。あんたがもっと記憶のかけらを集めたらまた夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるはずよ。頑張ってね。それじゃまたね。ヒデサイも道の真ん中で寝ちゃうとかウケる。なんか変な夢も見たんだよね。ヒデサイと遊ぶ約束してたんだけど、モデルの仕事が長引いちゃって。え、ヒデサイも同じ夢見てたの？そんな偶然あるんだ、超ワロって。いけない、うちモデルの仕事あるんだった、急がないと。あ、そうだ、ヒデサイも来る？うちのモデル姿見学できるよ、夢の中みたいに。あれ、でも夢の時は。そうだ、モデル仲間に彼氏って勘違いされて。やった、今のなし。ヒデサイ、じゃあね。ヒデサイ買い物中？うちがお店に連れてってあげる。いつも助けてもらってるから、たまには恩返しだよ。あ、ヒデサイだ。チャンス。何してんの？買い物中？ああ。お使い頼まれたんだね。で、キョロキョロしてどったの？お店の場所がわかんない。そっか、じゃあうちが手伝ってあげよっか。まずはどこ行くの？果物よ。だったらすぐそこじゃん。余裕余裕。ほら、ここだよ。何買うの？リンゴ3個？え、少なくない？だってほら、1個70ルピだよ。こんなに安いんだから、もっと買ってよくない？一番大きいのが9で、7区46だから、9個買っても460ルピだよ。そんなことないよ。七区46、四股野郎って覚えてるし。でしょ？たくさん買った方がお得だって。じゃあ買っちゃうよ。すみません、リンゴ9個ください。はいはい、リンゴ9個ね。630ルピになります。うっそ、はい、これお釣りね。前通り。ごめん、うち計算間違えちゃった。九九の七の段苦手なんだよね。許してくれるんだ。ヒデサイって鬼優しいよね。でもお金大丈夫？まだ買うものあるんだよね。残りの買い物には足りない？そっか、どうしようか。本日新規オープンのカジノです。どうぞ寄って行ってください。ああ、
足りないなら増やせばいいんじゃん。ヒデサイなら乗ってくれると思ってた。決まりだね。平気平気、うちらならなんとかなるって。というわけで早速カジノへ出発。喜びだよ、大儲けだよ。よくわかんないけどカジノって簡単だね。適当な数字にかけたらどんどん当たっちゃった。ねねねヒデサイ、せっかくだからもっと増やしちゃおうよ。ノリノリだね、この勢いで当てちゃおう。弱気は良くないって、ガンガン行っちゃおう。じゃあ次は黒の4に全掛けね。うち4月生まれだし。あ、ルーレット回った。4コイ4コイ4コイ。ごめん、最後の最後に外しちゃった。チップ全部なくなっちゃったし、これじゃ買い物できないね。うちが欲張らなかったら。本当？うちもすっごく楽しかった。大当たりも楽しかったけど、最後に外しちゃうとか超悪い。買い物の続きできなくなっちゃったね。え？返品すればいい？あ、そっか、お店にリンゴ返せばいいんだ。さすがヒデサイ、頭いい。実は最近うちのステージ衣装が盗まれるんだよね。ちょっと目を離した隙にカバンからなくなっててさ。勘違いじゃないのかって？うちも最初はそう思ったよ。でも何回もなくなるからおかしいなって。で誰かに相談したいなって思ったらヒデサイの顔が浮かんだんだよね。やっぱヒデサイって頼りになるし。泥棒捕まえるの協力してくれない？お願い。本当？やりー、さすがヒデサイ。じゃあ早速ついてきてくれる？今日ファッションショーがあるんだよね。多分犯人も来ると思うからヒデサイも一緒に見張りしてよ。さあ、ファッションショーも終わったし、衣装も見えやすいところに置いといたし、あとは犯人が来るのを待つだけっしょ。なんか探偵っぽくってワクワクするね。超ウケる。だってヒデサイと一緒だと何でも楽しくなっちゃうんだよね。まあうちはヒデサイと一緒なら何でも楽しいけどね。あれ、なんか物音しない？あ、うちの荷物のとこに誰かいる。あの人が持ってるのうちのステージ衣装じゃん。ってことはあの人が犯人？あ、逃げられちゃう。
何ですか？何ですかじゃないし、おこぷんなんですけど、うちの衣装盗んでどうする気？盗む？スズナさん、何言ってるんですか？なんでうちの名前知ってって、あんた事務所のスタッフじゃん。スタッフが泥棒だったってこと？何の話ですか？だから、最近うちのステージ衣装が盗まれてる話っしょ？あんたが盗んでたんだよね。スズナさんらしい勘違いですね。これは盗んだんじゃなくて、事務所に持って帰って洗濯しているんです。今までずっとそうしてきたじゃないですか。気づいてなかったんですか？そういえばいつの間にか洗濯されてるなとは思ってたけど、勘違いして泥棒とか言ってごめんね。今更だけど、いつも洗濯してくれてありがとう。どういたしまして。でも鈴名さん、下着くらいは持ち帰ってください。よく衣装に混ざって放置されてますよ。嘘！マジで？マジです。ほら、今日だってこれとか。彼氏のこと相談されたんだけど、うちも彼氏とか分かんなくて、どうしよう。どうしよっかな。あ、ヒデサイじゃん。マジでナイスだよ。いいところで会えちゃった。ねちょっち相談してもいい？モデル仲間の子なんだけど、最近初めての彼氏ができたんだ。でもさ、彼氏と何したらいいかわかんないんだって。それでうちに相談してきたんだけど、うちも彼氏いたことないし、デートとかもしたことないからアドバイスできなかったんだよね。でもせっかくうちを頼ってくれたんだから、少しでもアドバイスしてあげたいっしょ。だからヒデサイ、うちの彼氏になってよ。だから一日うちの彼氏のふりしてデートしようって話。そしたらなんかヒントつかめるかもじゃん。ってことで次の休み開けといてね。やろう。あ、おいヒデサイ、約束の時間ぴったり。さすがヒデサイ。うちもついさっき来たとこだよ。じゃあ早速デートしよっか。ん？何するか決めてないって？大丈夫、デートコースはうちが考えたから。とりはいろんなお店行ってウィンドウショッピングかな。どんな服が流行ってるか見ときたいし。それじゃあ出発。結構歩いたね。足パンパン。それにそろそろお昼の時間か。休憩にしよっか。あのさ、うちお弁当作ってきたんだけど、それでもいい？いいよね。じゃあこの辺で食べちゃおう。はい、こっちがヒデサイの分ね。結構自信あるけど、どうかな。うっそ、やばいじゃん。毒とか入ってないと思うけど。
こと？だったらそう言ってよ。びっくりするじゃん。なにそれワード、ヒデさん大げさすぎ。逆に嘘っぽいから。まあでも悪い気はしないかな。これでも普段から料理してるからね。簡単なものなら大体作れるよ。でもヒデサイが気に入ってくれて本当に良かった。弟以外の男の子に食べてもらうのって初めてだったからすっごい緊張しちゃった。デートの約束してからいろいろ気にしてたんだよね。どこに行ったらヒデサイ喜ぶかなとか、お弁当何が入ってたら嬉しいかなとか考えすぎて頭パンクするかと思った。でもそういうのも含めて今日は楽しかったかな。あ、そっか、うち分かったかも。相手のことを思って一生懸命考えることが一番大事なんだよ。そしたら何したって楽しいっしょ。ありがとうヒデサイ、おかげでモデル仲間にいいアドバイスできそう。今度お礼させてよ。そうだ、またデートしようよ。次は今回よりもっと気合い入れてくるから。ヒデサイのことたっぷり楽しませるから楽しみにしててよね。うちね、ヒデサイと一緒にいるとなんだかすごくリラックスできるんだ。でもバイバイした後ちょっと寂しくなったり、またすぐに会いたいなって思ったりして、こういうのってなんか変？え、そうなの？ヒデサイもそう思ってくれてる？マジで？そっか、嬉しいな。あれ、ヒデサイじゃん、チャンス。ねえねえねえ、この後暇？これからあそこでファッションショーやるのを知ってる？マジ？ヒデサイも知ってたんだ、嬉しい。え？なんでうちが嬉しいのかって？だってうちもそのファッションショー出るし。だからヒデサイに来てもらいたいんだよね。うちのモデル姿見てもらおうかなって。ヒデサイのために入場券もらっておいたんだ。これあげるから絶対に見に来て。まぶしい。これってこの前の？なになに、なんなの？ギャー。あ、ヒデサイやっと来た。くれない？お願い、テスト近いんだよね。赤点ばっか取ってたらモデル辞めさせられちゃうかもしれないじゃん。そろそろ面白いことがあるから今辞めるのはお兄さんじゃん。何のことかって？ね、は、あったあった、そこのポスター見てみ。椿が丘コレクション、ファッションショーみたいなもんかな。うち今度これに出るんだよね。なんか結構大きなイベントっぽいけど、出てって頼まれたからオッケーって答えちゃった。え、軽いかな。うちの周りはみんなこんな感じだよ。あ、そうだ、ヒデサイも来なよ。はい、チケットあげる。関係者用だから特等席だよ。うちのモデル姿バッチリ見られるから絶対来てよ。来なかったら鬼横だかんね。ま
ジやばい、超かわいいんだけど。はーい、せつなだよ。ありがとね。やっぱファッションショーって楽しい。ヒデサイも見てくれてるかな。ヒデサイどこにいるんだろう。さすがにこんなに人がいっぱいだと見つけらんないかな。ヒデサイ発見！あんな遠くにいるのに見つけるとか、うち天才じゃね？まあこの前は友達見つけらんなかったんだけど、ヒデサイだから見つけられたのかな。おーい、ヒデサイ！ってこっからじゃ声聞こえないか。じゃウインクだけ。うちのモデル姿どうだった？すごかったっしょ？勉強はダメでもモデルは頑張ってるからね。あー、そうだ、ランウェイからウインクしたけど気づいた？なにそれ、ウインクくらいで赤くなるとかヒデサイかわいすぎ。マジで？やったー！モデル姿のうちにヒデサイもメロメロか。ん？よく見つけられたって？そうだよね、うちもびっくり、人多かったし。でもどんだけ人がいてもヒデサイのことは見つけられる気がするな。だってさ、ヒデサイはうちの大切な。囲われちゃった。ヒデサイ、また後でね。落ち着いたら話そう。どうだった？私からのプレゼント、いい夢見られた？以前のあんたとスズナの記憶を元に作った夢なんだけど、今のあんたはこんな行動をとるのね。私も見てて楽しかったわ。モデルをやってるスズナ、綺麗ね。憧れちゃうな。何よ、綺麗な服に興味を持ったっていいでしょ。私だって女の子なんだからね。それじゃ、またね。あ、ヒデサイ起きた？なんか、うちら寝ちゃってたみたい。お？何？うちがファッションショーに出てる夢？それってうちが見てた夢と一緒じゃん。こういうこと前にもなかったっけ？ちょっと面白くない？また同じ夢見られたらいいな。ねえ、ヒデサイもそう思うっしょ？ってやっぱうちファッションショー出るんだった。急がなきゃ。ヒデサイも見に来てよ。来てくれなきゃおこぷんだからね。いっぱい人いてもヒデサイならすぐ見つける自信あるし、証拠に夢の中見たくウインクしてあげるよ。だから絶対に来てよね。できることなら力になるよ。例えば可愛いポーズでメロメロにするとか。やっぱただ戦うんじゃなくてかっこかわいく決めないとね。どうどう、うち可愛い？うちの愛の矢でファンのみんなをメロメロにしちゃうよ。もちろんヒデサイもね。チャース？うち、何でも協力するよ。計算とかは苦手だけど、それ以外なら。ヒデサイ、チャース！
るち、漢字と計算はちょっちてか鬼苦手なんだ。でもでもファッションだったら任せて。ヒレサイチョッス、また計算手伝ってほしいんだけど、お願いしてもいいかな。逃がさないし、撮影開始。来てる来てる、超当たり、イエイ、フッフー、乗ってきたよ。外さないでやろう、ハードブレイク。来てる来てる、超当たり、バナイ、派手に決めちゃおう。